東京メトロ南北線。南北線は東京都品川区の目黒駅から北区の赤羽岩渕駅を結ぶ東京地下鉄、東京メトロが運営する鉄道路線。鉄道溶欄における名称は7号線南北線である。路線名の由来は東京を南北に貫くことから、車体及び路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーはエメラルド 00A だ9。 路線記号は N。1968年、昭和43年の都市交通審議会答申第10号において、東京7号線は、目黒方面より、飯倉片町、長田町、市ヶ谷、駒込及び、王子の各方面を経て、赤羽方面に至る路線として示された。1972年、昭和47年の答申第15号では、 将来の検討対象とされていた埼玉方面への延伸区間が川口市中央部、浦和市東部間と改められた。その後1985年、昭和60年の運輸政策審議会答申第7号では、目黒清正公前、現、白金高輪駅間を、都営三田線と共用するものとされ、また、埼玉県内は、鳩ヶ谷市中央経由で東川口から、 浦和市東へと変更された。このうち、目黒赤羽岩淵間が南北線として順次開業しており、また赤羽岩淵浦和美園間は埼玉高速鉄道線として開業している。七号という路線番号が示すように、計画そのものは九百六十年代になされていたが、着工は大幅に遅れ、九百九十一年、平成三年に部分開業、二千年、 平成12年に全線開業した。後発路線のため、全体的に地中深い駅が多いのが特徴である。当初の建設計画では、第一期工事区間を、駒込赤羽岩淵間、第二期工事区間を、目黒駒込間としていたが、第二期工事区間を、ため池山の駒込間、その1、目黒ため池山の間、その2に分割したため、 実際は3区間に分けて建設された。第1期区間は順調に建設がされたが、第2期区間は埋蔵文化財の発掘や住民の反対運動で建設は遅れ、当初の全線開業予定の1995年、平成7年9月から2000年、平成12年9月へと大きく延期されることとなった。また、第2期開業にあたっては、 駒込駅ため池ノ王駅までを一気に開業させる予定であった。しかし、銀座線の新駅設置工事や丸の内線、千代田線の季節路線交差部において難工事となったため、後期に時間を要することとなった。本路線の建設費用は総額後604億円である。内訳は土木関係費が4、136億4、517万9000円。 電気関係費が590億8、743万6、00円。車両関係費が302億4814万円。その他が574億1、924万5、00円となっている。本路線の路線名称は、A ラン地下鉄職員により、車内公募を行ったもので、応募は八百三十通、四十一。 戦名があった。先行の結果、南北線が1741通と、約半数を占め、また本路線が、地理上から、ほぼ南北に貫通していること、東西線に対比して、南北方向の路線として最もふさわしい、路線名称であることから、南北線という路線名称が選ばれた。飯田橋駅長田町駅間では、有楽町線と、並行しているが、有楽町線が、 工事町経由であるのに対して南北線は四谷経由であることが異なっている。本路線の建設にあたっては社会環境の大きな変化から地下鉄の建設は経済性や採算性だけでは時代に合わなくなってきていることから21世紀を思考する便利で快適な魅力ある地下鉄を目視七号ビジョンと呼ばれる新しいコンセプトをもとに建設をした。 この7号ビジョンとしては、利便性の向上、快適性の向上、ワンマン運転の実施、ホームドアの設置、建設費、運営費の削減を目指したものとした。前述のコンセプトに基づき、全線で ATO による自動運転とワンマン運転を実施しており、全駅にホームドアシステムを装備する。2015年現在東京地下鉄では、唯一の天井まで、 ほぼ完全にホームを覆う、半密閉式フルスクリーンタイプ、ナブテスコ製を採用した路線である。ただし東急管理の目黒駅のみ、目黒線や東京メトロ多線と同様に、可動式ホーム作、一系三製作所製を採用している。このホームドアの開口幅は、ATO 装置の定位置停止精度が前後350ミリメートルとしていることから、 最大の誤差を考慮した車両のドア幅、1300mm より 700mm 広いに、000mm としている。ホームドアの開閉は、左右扉がおののスライドする。ただし、先頭及び、最高尾車両の乗務員室よりのドア片側は、乗務員用扉との干渉を防ぐために段スライドし、回避時の収納幅が約半分となる。各駅のプラットフォームは、 将来の八両化に対応できる、要延長170メートルが確保されている。ただし、現時点で不要な二両分のホームは使用せず、壁としている駅もある。白金台、白金高菜は、ため池山の、長田町の各駅は八両分設置済みだが、これ以外の駅は六両分しか設置されていない。そのため、未使用部分が高楽園と王子の両駅は、赤羽岩淵より、 その他の駅は、目黒寄りにあり、ホームドアの設置スペースと非常階ボタン、一部の駅のみ、が準備されているが、壁によって仕切られているため、立ち入りはできない。ただし、市ヶ谷駅は、エレベーター通路のみ使用している。本路線の変電所は7カ所で、ただし、1カ所は、将来の8両火事に設置、将来的に予定されている8両編成による2分30秒運転にも、対応できる。 変電所は赤羽岩淵、王子、駒込、新高楽園、新四谷、東六本木、八金があり、この内王子、新四谷、白金変電所には、英断発の電力改正要因バータを設置している。南北線の最初の区間である駒込、赤羽岩淵間の開業時、他の英断地下鉄路線と、全く連絡のない独立路線だったため、 前日の都内の地下鉄では、初めてのワンマン運転、ホームドア設置に加え、各種の実験的な試みがなされている。後のパスネットの元となる、プリペイド式乗車カード、NS メトロカード、1996年に SF メトロカードへ移行当初から導入した。また、赤羽岩淵、下、王子、駒込の各駅では、触れ合いコーナーを設け、 休憩用の椅子やテーブル、休着器を設置して、お茶が自由に飲めるようになっていた。その後の路線延伸で、本駒込、東大前、市ヶ谷、ため池山王、麻布十番の各駅においても、同様のスペースが設けられたが、現在は、本駒込、東大前、ため池山王の3駅にしかなく、休着器も撤去されている。各駅区間は、 泥水加圧式シールド工法で建設されており、ほとんどの区間が伏線シールド構造を採用しているが、一部区間では単線シールド構造を採用している。また、駅部は基本的に改作工法によって建設されているが、白金台駅及び長田町駅は駅シールド工法によって建設された。長田町駅はメガネ形駅関座しめた工法と呼ばれる単線。 シールドトンネル間にホームを建設し、カンザシゲタを用いて、両ホームを接続する工法を用いている。特に、白金台駅及び、麻布十番駅付近の建設では、シールドトンネル掘削において、世界初、世界最大となる技術を採用した。白金台駅の建設では、世界初となる、着脱式冷水三連型駅シールド工法を採用した。 これは、白金高名駅白金台駅にある、白金換気所の建港から、伏線シールドトンネルを掘削し、白金台駅部手前で両端に、駅シールドマシンを装着し、三連型駅シールド機に改造して、白金台駅部を掘削、駅周端部で、伏線シールド機に復元し、また伏線シールド機として、次の目黒駅まで掘削するもである。また、 白金高名駅麻布十番駅の掘削では、伏線の本線と留置線、麻布十番駅付近にある留置線、参線区間363.8メートルを参線同時に掘削する大断面シールド工事に、世界最大、当時の抱き込み式親冷水シールド工法を採用した。これは参線シールド機、親機、外径14.18メートルに、伏線シールド機、古機、 外径9.70メートルを内蔵したもので、麻布十番駅付近の留置線を三線シールド機で掘削し、その後は古機を使用した伏線シールド機により、白金高輪駅まで掘削を行うものである。この二つの技術を採用したことで、経済性に優れ、また環境保全対策に優れたものとして、社団法人土木学会より、平成10年度技術賞を受賞し、高く評価された。 目黒白金高輪間は、東京都交通局が第二種鉄道事業者となり、都営三田線と共用で営業している。このため、運賃計算方法も、同区間については、東京地下鉄、東京都交通局間の協議により、以下のよう定められている。目黒駅から東急目黒線の日吉駅まで、赤羽岩渕駅から埼玉高速鉄道線。 埼玉スタジアム線の浦和美園駅までそれぞれ相互直通運転を実施している。また、戦術の通り、白金高輪駅目黒駅間は、都営三田線との共用区間のため、三田線の列車も走行する。そのため、白金高輪駅発着の電車は、同駅で、都営三田線の東急目黒線直通電車と接続するように言っており、また逆の列車もある。 2006年9月25日より、東急目黒線直通列車の一部が、東急線内にて、急行列車としての運行を開始したが、その後も南北線、及び相互直通運転をしている、埼玉高速鉄道線内は全列車が、各駅停車となっている。なお、南北線内での種別表示については、目黒方面行きの急行列車のみ行われ、当初は、各駅停車においては、 行き先のみ表示されていたが、2018年頃より一部列車で確定、各駅停車と表するようになった。2009年6月6日より、埼玉高速鉄道線の日中ダイヤがパターン化されたことに伴い、日中は、鳩ヶ谷駅、浦和溝の駅発着の列車が交互に運転されるようになった。また、これに伴い、日中に、 鳩ヶ谷駅発着の急行列車が運転されるようになった。2017年3月25日より、夜間の列車を中心に、埼玉高速鉄道線に直通せずに、赤羽岩淵駅で、目黒方面に折り返す運用が数往復設定され、その後2018年3月30日より、日中時間帯の一部列車にも赤羽岩淵駅で、黒方面へ折り返す運用が増えた。 四谷駅延伸開業を控えた1996年、平成8年2月3日日曜日、休日ダイヤ運転日より4両編成から6両編成での運転を開始した。当時の駒込駅やカバネ岩淵駅間のダイヤでは、休日ダイヤでの運用本数が最も少なく、終日4本運用であった。そこで2月3日から新規開業用に6両編成で、 申請した大霊級から13編成と4両から6両編成化し、予備車両を用いて営業専用の車両を6両編成に置き換え、4両編成の車両は6両編成化の組み替え後に順次営業運転に復帰させるという形が取られた。なお、当初の予定では、目黒駅への延伸開業時に8両編成化をする計画であった。しかし、 当初の利用者数の見込みが53万人であったのに、対し、全線開業時の利用者数が半分以下の26万人程度と、層を大きく下回ったため、8両化に難色を示し、需要動向や運転計画の見直しを行い、当面は6両編成で運用することとなった。なお、八両編成化は、今後の需要動向及び、神奈川東部方面線との絡み、及び、相模鉄道、 相鉄への相互直通運転から検討を進めることとなった相鉄では全列車が8両及び10両編成であり6両編成の列車が設定されておらずまた6両を固定編成を1編成も所有していない数少ない大手私鉄となっているが2018年7月の時点では南北線の8両編成下の計画は同年6月に8両編成下を決定し 総鉄との直通運転を構想から計画へと一段進めた都営地下鉄三田線と共用する白金高輪駅および白金台駅を除き存在していない。主に交楽日となる休日を中心に臨時列車港未来号が横浜高速鉄道港未来線元町中華街駅と埼玉高速鉄道線浦和美園の駅の間に運転されていた。これには 東急5080系が運用につき、東京地下鉄の9000系は運用されていない、2007年春の運転分までは、埼玉高速鉄道2000系が重当された。2006年8月運転分までの停車駅は、当線と埼玉高速鉄道線、東急目黒線内が各駅停車、東横線と港未来線が急行運転だったが、目黒線が 急行運転を開始した後の同年12月運転分からは、当線埼玉高速鉄道線内が、各駅停車、東急目黒線、東横線と港未来線内が、急行運転になった。なお、白金高輪駅で、都営三田線高島平駅からの、港未来号と接続する、白金高輪駅の臨時列車、港未来リレー号として運転されたこともあった。また、 2006年まで東京湾大化火,火祭りの開催日にも有楽町線の新木場駅へ直通する臨時列車レインボー号が運転されていたが、こちらは急線系の転落防止器具取り付け車が運用に当たっていた。埼玉スタジアム2002で J リーグの試合や FIFA。 国際サッカー連盟主催サッカー国際試合が開かれる際は通常鳩ヶ谷駅発着の列車を浦和みその駅発着への変更浦和みその駅発の一谷駅や麻布十番駅で折り返す臨時列車の増発が行われるどの列車がどの車両で運転されるかは列車番号で判別できるようになっており列車番号末尾アルファベットの S が東京地下鉄車両 30S78S の偶数番号 M が埼玉高速車両 80M 以降の偶数番号 K が東急車両 0HK29K となっている T は都交通局車両で 31T 以降の奇数また列車番号が6桁の数字で組み立てられる目黒線内では上3桁が運用番号を表し300番台は東京地下鉄車両 500番台は埼玉高速車両、200番台は東急車両となっており、400番台は都交通局両。例えば 30S は目黒線内は330となる。一般の利用者は列車番号をマイライン、東京時刻表、交通新聞社の列車番号欄で確認することができる。なお、東急車両の運用は三田線運用と南北線。 埼玉高速線運用とで別々に組まれ、奇数番号が三田線運用、偶数番号が南北線、埼玉高速線運用となっている。また、各社局間の走行距離調整の関係上、埼玉高速車両と東急車両は、目黒線に乗り入れない列車、白金高縄折り返しなどにも使用されている。また2015年3月改正ダイヤでは、 東京地下鉄車両は一本が、東急の奥沢車庫で、夜間留置となる、外泊運用が組まれている。本路線最初の区間、駒込駅赤羽岩渕駅の開業時には、他路線との接続がないことから、急線系車用は、最初に、綾瀬検築に搬入し、受け取り検査、整備等を実施、その後千代田線で、性能確認のための試運転を実施した。そして、 綾瀬検築より、トレーラーで、王子検築まで、道路輸送をし、道検築でクレーンを用いて、地下の南北線へと搬入された。4両編成で搬入された第01から08、編成が該当する、A 段地下鉄で、道路輸送、クレーンによる地下への車両搬入は1964年、昭和39年に、東西線の最初の開業区間である高田の馬場から9段。 下妻開業時以来、27年ぶりである。なお、1995年以降に増備された二次車以降は、次に述べる、連絡線を経由して搬入された。市ヶ谷駅の四谷寄りに、有楽町線との連絡線が存在する。南北線や埼玉高速鉄道の車両が、点検整備のために新木橋 R や、さらに、有楽町線桜田門駅から、 千代田線霞ヶ関駅へ向かう連絡線を経て、綾瀬城へ向かう場合に使われる。また、東京湾大火火祭りでの新木場行輪寺列車や、半蔵門線の8000系車両の新木場 CR への改装にも利用される。東急東横線と福都新線の直通運転開始前の関連各社の試運転用車両の改装も、この連絡線を介して行われた。 2007年11月30日12月7日放送のテレビ朝日の番組タモリクラブでは9000系による特別列車タモリクラブ号として王子建区から有楽町線、千代田線を経由して綾瀬工場まで走らせ企画を放送したがその際にこの連絡線が紹介されている南北線では開業時から発車サイン音を使用しており 当初は A 線、B 線で統一されていた。2015年3月10日から13日にかけて各駅ごとにその駅周辺の地域をイメージした異なる発車サイン音に変された東急が管理している目黒駅を除く。各駅の局名は以下の通り。各駅の発車サイン音のイメージコンセプトは以下の通り。東京7号線としての南北線はすでに全線。 開業しているが、白金高輪駅品川駅を結ぶ、都心部品川地下鉄構想があり、南北線との直通が想定されている。2014年7月、東京都が公表した品川駅、田町駅周辺まちづくりガイドライン2014では、品川駅を東西に貫く、鉄道新線を検討することが盛り込まれた。2015年7月10日、東京都は、 広域交通ネットワーク計画について、交通政策審議会答申に向けた、検討のまとめを発表。その中の、整備について検討すべき路線の一つとして、都心部、品川地下鉄構想が盛り込まれた。当時の東京都知事の舛添ゾ洋一は、都市集積の進む品川と都心部との間はあまり、便利が良くないので、それを結ぶ路線を今後検討すべき路線として中止た、と説明している。 2016年4月20日、国土交通省の交通政策審議会による答申、東京県における今後の都市鉄道のあり方についてでは、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトとして取り上げられている。東京メトロは2015年7月には東京新聞の取材に対して、近隣にある南北線の他の駅はトンネル構造上分岐が難しい。 白金手かな止まりとなっている電車を品川へ流すことができるので、運行面も合理的な場所だとコメントしている。一方で、答申発表後の日本経済新聞の取材には、新鮮の整備に関して大きなリスクを負う整備主体にはなり得ないともコメントしている。しかしその後、2017年に就任した第三大社長の山村昭氏は、 今後、新鮮建設に対する協力を求められる場合には、東京地下鉄の都市鉄道ネットワークの一部を構成する事業者としての立場から、当社の経営に悪影響を及ぼさない範囲内において行うという方針であるとも語っており、新鮮建設の再開を示唆している。2018年5月15日、国土交通省による東京圏における 国際競争力強化に資する鉄道ネットワークに関する検討会の第1回検討会が行われ、東京8号線、有楽町線と四洲駅住吉駅間、東京直結道参照とともに検討会による調査対象路線に選ばれた。なお、現時点では、白金高輪駅品川駅間の地下鉄の路線の運営主体は南北線の支線として、 東京メトロでの運営とするのか、または、三田線の支線として、東京都交通局での運営とするのか、あるいは、白金高輪駅目黒駅間と同様に、共用区間とするのかまでは未定である。前述した検討会には、東京メトロ、東京都交通局から担当者がオブザーバーとして、出席している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。